新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、トーマリス、こんばんは。本日は若島津、そして新田くん、まあ、道着姿のキャラクターが来ましたね。見ていきましょう。まず早速、若島津から見ていきます。力属性のフォワードの選手。所属としてはゴールデン23となりますね。メイン技、奥義、変幻次元、はやぶさ蹴り、490威力、新田くんとのコンビ技の高浮きシュートになっております。490威力なんで、若島津の中で一番強いというところですね。サブ必殺技若道流コンビの S、ワンツーですね、440威力、そしてテクニックドリブルの S370 威力という感じになっております。特技渾身の力の A、 スタミナが多いほどパラメータがアップする最大 20%、 チムスキー超団結、力日本5人以上の 23%、 絆、力属性の日本選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 4.5% ということで、まあ4.5 というところですね。必殺技強化、カッココンビネーション技。コンビネーション技の必殺技威力プラス 20%。まあ、若島津くんはコンビネーション技多いですから、まあ、この辺は乗りやすいのかなというところですね。封印無効化、自分にかかる必殺技封印を1つまで無効化する。ハイボール要求 80%。読み勝ちマスター付与のカッコ新田くんということで、味方の新田はマッチアップで読み勝つとパラメータプラス 10%、まあ、なんで読み勝ち 10% がつくということですね。この辺に関しては簡単に、他の新田くんとかも、後で見ておこうかなと思います。オフェンス 10%、 チームスキル69、バフ45で見ていきましょう。スタミナが1124、ブロック以外4突で見ていきます。数値としてはこのような形になっております。高浮き得意ですね。渾身の力 20% 乗った場合、ドリブルが 38,900、 シュートが 41,700、 パスが 39,000、 タックル、パス、カットが 33,000 ということで、まあ、若島津くんどこまで行っても今守備技がないですので、まあ、この辺は発射台にされる可能性は非常に高いかなと思います。ドリブル、パス、まあ、初段においては 38,000 と 39,000 ということで、まあまあなんですけど、まあ、結局ドリブル技が非常に弱いですので、合算威力 144,000 ということで、まあ、これはドリブルで抜くっていうのは結構厳しい値になっております。逆にパスなんですけど、まあ、例えばゴールデンコンビの490威力、まあ、こちらをつけてあげたりすると初段であれば23万近い数字まで上がってきます。まあ、なのでこれに関しては読み勝たなくてもですね、相手によってはかわしていけるレベルの数字になっているというところです。まあ、ただ最初からついている440威力とかだと20万までガッて落ちますので、まあ、これだとパス側で読み勝たないと厳しいという感じになってきますね。シュートなんですけども、まず地上シュート、まあ、これは移植してあげなきゃいけなくて、この490の、まあ、シュート移植できれば初段で24万5000という数字まで出てきます。まあ、これはそこそこっていう感じですね。例えば若島津とか、ドールマンとかですかね、その辺のキャラクター25万ぐらいの、数字が出てくるんですけども、そこに対して属性有利が乗ってくるので、初段であればですね、その辺を抜いていくことも地上でも、抜けるという感じの数字が出ております。続いて高浮きなんですけど、高浮きで打った時が一番強くて25万という数字ですね。これに関しては、まあ、ミューラーですね。ミューラーがだいたい25万ぐらい、同じバフ条件であれば25万ぐらい出てくるんで、まあ、これに関しては、まあ、いい勝負、初段であればいい勝負できるという感じです。まあ、ホットラインとか、まあ、あとはこの後新田くんでも出てくるんですけど、コブとかですね、まあ、この辺が乗ってれば十分初段からミューラー抜けるような数字が出ております。で、まあ、先ほど新田くんの話をしたんですけども、この後出てくるんですが、まあ、新田くんにコブ、若島津美咲っていうのがついてまして、必殺技威力が 5% アップするというようなものになってます。これを今回の若島津に反映した数字っていうのがこちらになっております。これやっていくとですね、高浮きの初段に関しては26万という数字が出てきます。これはもうドールマン、若島津はもちろん抜けるし、あとミューラーですね。ミューラーも雷山キラー乗ってこないですので、もうこの辺も抜いてこれると。若林に対しても、まあ、迫る勢いはありますね。ただ若林初段で26万4千ぐらいまで出てくるんで、相手がフィジカルフォメでなくて、同じかちょっと負けてるかぐらいな感じですかね。まあ、コブまで含めてこんな感じというとこです。まあ、ここに加えてホットラインとかが乗ってくれば、超える可能性はあるのかなというところです。まあ、なんで、まあ、ちょっといろいろ組み合わせてあげれば、まあ、ドリコレ、若林、まあ、初段から抜いていくっていうことが、まあ、ちょっと見えてきたような性能にはなっております。歴代若島津と比較してみましょう。まずドリブル見ていきます。ドリブルに関してはゴールデン23、まあ、前回のですかね、まあ、潜在来たゴールデン23のコンビネーションプラスパスかキラーが乗った場合と、
で、その次に渾身の力初段というとこですね。まあ、ただドリブル技が弱いので、まあ、かなり厳しいというとこです。シュート、シュートに関してはコンビネーション必殺技まで乗ってくれば今回の若島津くん一番高いですね。まあ、あのだいぶ差があるので、まあデバフの若島津とかと比べても高いという感じになっております。パス見ていきましょう。パスもコンビネーション強化、まあ、こちらが乗ってくればですね、一番高いというところで、まあ、歴代若島津の中で一番強い、若島津なんじゃないかなというふうには思います。続きまして新田くん見ていきましょう。技属性のフォワードの選手、まあ、こちらもゴールデン23所属になってます。メイン必殺技アーティスティックハヤブサ1-2 470威力、サブ技若道流奥義ハヤブサ蹴り475威力、ハイスピードドリブルの A がついているという感じです。特技はゴールキーパーキラー S、 ゴールキーパーに対してパラメータープラス 35%、 チムスキー超団結技2本&5人以上の 23%。まあ、なので、まあ、今回のキャラクターに関してはチムスキ、力日本とか 技日本とか、まあ、この辺のチムスキ足りない方っていうのは、まあ、チムスキ要因としてはありなのかなというところです。絆技属性の日本選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 4.5% ということで、まあ、4.5 ですね。バイタルエリアマスター自陣敵陣でのバイタルエリア内でパラメータプラス 25%、ワンツー移動距離強化、ワンツー成功時の移動距離プラス 25%、そしてコブ、三崎若島津ということでマッチアップで勝利すると味方の三崎若島津は次の必殺技使用時に必殺技威力プラス 5%、 ゴールキーパーは除くというものです。まあ、必殺技使用時なので、まあ、そのピョンとか、まあ、そういうので消えないんじゃないかなというふうには思います。スタミナ消費量減少マイナス 20% というところです。オフェンス 10%、 チムスキ69、バフ45で見ていきましょう。スタミナが1135、ブロック以外4突で見ていきます。新田くんの数値としてはこのような感じですね。何も乗らない場合、まあ、これも結構起こるかなと思うんですけど、ドリブルが 35,000、 シュート 38,900、 パスが 36,400、 タックル 29,000、 パスカット 28,000 ということで、まあバイタルじゃなかった時に守備はまあかなりできないというところですね。でドリブルパスに関しても結構厳しい数字が出ております。バイタル入った場合、ドリブルが 41,000、 シュート 45,000、 パスが 42,000、 オフェンスは読み勝てばというぐらいまでは来てますね。でタックルが 34,000、 パスカット 33,000 ということで、まあ、どの道守備は厳しいというところです。まあ、まあ、結局若島津に行ったっていうところで、まあ、一緒に使ったりすると、まあ、フォワードに発射台が2つできてしまうみたいな、まあ、そういう感じにはなっちゃいますね。でドリブルパスなんですけども、まあ、460威力のドリブル、こちらを移植できたというふうに仮定すれば、189,000っていう数字ですね。でパスに関しては、まあ、今回ついている470威力で200,000というところです。まあ、ここに読み勝ちありの補正が入ってくると23万、24万ということで、読み勝てばまあ概ね抜ける数字ですね。まあ、例えばアルベルトとかだとパス化されるとこれ結構取られる数字になってくるんで、まあ、アルベルトとかはドリブルしてもまあ結局パス化で狩られてしまうってことになるんですけど、まあ、大抵のキャラクターは抜いたりすることができそうだなと思います。まあ、石崎くんとかにもちょっと狩られますね。パス化されたら狩られる数字になってます。でまあドリブルなんですけども、結局415のドリブル、ハイスピードドリブルですね、まあ、しかつけることができないっていう風になってくると、読み勝って212,000という数字です。まあ、読み勝てばバイタルであれば、まあ、それでも、まあ、大抵はなんとかなるかなっていう数字にはなってるんですけど、まあ、今よく見るアルベルト石崎っていうところに対しては結局パス化しても取られ、まあ、パス化されると取られるというような感じの数字にはなっております。ゴールキーパーキラー 35% 乗った場合、シュートが 48,000、 地上シュート475威力だった場合に 229,000、高浮き490力だった場合236,000、低浮きだった場合得意の補正も含めて235,000というところです。まああんまり入る数字ではないですね。今即属性のキーパーっていうところで言うとサリナスっていうことになるんですけど、属性有利含めてあげて240,000台というところです。でまあ地上シュート240,000出るっていうところで考えると、まあサリナスとまあいい勝負っていう感じですかね。まあ浮き玉で打っちゃうと結局サリナスに対しては結構厳しいっていうところで、地上で打っていかなきゃいけないんですけど、まあ地上だといい勝負っていう感じになるかなと思います。でこちらの数字がですね、読み勝ち付与っていうところを、まあ、反映した表になっております。若島津くんと一緒に使った場合に読み勝ち付与が乗るので、まず読み勝ち付与 10% だけ乗った場合、ドリブルが 37,000、 パスが 38,000、 まあ守備は結局厳しいんですけども、バイタルじゃなくても、まあ、このぐらいの数字は出せるというところです。
読み勝ちありの補正まで含めて見ていくと、ドリブル値が21万、パスが22万ということで、バイタルじゃなくても、まあ、一応読み勝つと、まあ、抜けなくもないかなっていう数字にはなってきます。そしてバイタル入ってきた場合に、ドリブルが43000、パスが45000で、ここに読み勝ちありの補正を入れてあげると、244000というドリブル値、パスに関しては257000、まあ、ここまで来ればアルベルト石崎も読み勝てば抜けるという感じになってきます。なので、まあ、読み勝ち付与の若島津と一緒に使ってあげればですね、まあ、あの今の強いディフェンダーに対して読み勝ち勝負ができるレベルの、ステータスまで上げることは一応できるのかなという感じになっております。歴代新田くんと比較してみましょう。まずドリブルを見ていきます。ドリブルに関してはですね、マッチアップ勝利だけ乗った場合の、まあ、このネクドリ新田くんですね、まあ、これよりちょっと低いのがバイタルの 25% 乗った場合という感じになってます。まあ、決してすごいドリブルが高いわけではないっていう感じですね。歴代新田くんの中で、まあ、一番ドリブル強いのはネクドリ新田くんですよというところです。シュート見ていきましょう。シュートに関しては 18,500 ということで、まあ、今回の新田くん一番強くなってます。まあ、次に来てるのがネクドリですね。で J リーグという感じの流れになってます。パス見ていきましょう。パスに関してはバイタル、まあ、今回の新田くん一番高いというところです。まあ、そういう意味だと歴代新田くんの中でパスが一番できる新田くんというふうに言えそうですね。タックル見ていきましょう。タックルは PA 内のフェス、まあ、そしてこの前潜在来た新田くん、デバフの新田くんですね。まあ、ただ13000台になってますので、まあ、結局のところ415威力のものしかつけれないことを考えると、まあ、守備できる新田くんっていうのは、まあ、今のところ歴代の中でもあんまりいないのかなというところです。パスカットに関してはバイタルにいれば歴代の中で、まあ、2番目というところまで来ております。まあ、フェスとかだと PA 内にいなきゃいけないので、まあ、それを考えると、まあ、実質的に一番上って言ってもいいのかもしれないですけど、まあ、それでもかなり数字的にもともと低いので、まあ、あの厳しいのかなというところです。シューターキーパーの中に交えて見ていきましょう。まあ、まず今回の若島津に行った、一緒に見ていきたいと思います。若島津くん今高浮きで並べ替えてるんですけど、若島津くん高浮きで一番、強い威力出まして25万という数字です。三浦の渾身初段が25万1000なので、まあ、キーパー側にフィジカルが乗ってなかった場合は超えてくるような数字になっております。まあ、ただ今回コンビ技ということで、まあ、レシャールとかですよね。レシャールに浮き玉で打ってもちょっと数字的に、届くか届かないかといったところですね。キーパーにフィジカルフォーメが乗ってなければ若干、まあ、初段であれば超える可能性があるというところです。で若林っていうところに対してなんですけど、若林は初段であれば26万4000ということで、まあ、これはちょっと超えるのが厳しそうというところですね。地上シュートだった場合に24万5000という数字が出てまして、まあ、ラファエルですかね、常設だと思うんですけど、常設のラファエルのマッチアップ勝利乗った場合と同じぐらいという感じになっております。なので、まあ、最近の常設キャラは、まあ、このぐらいは出せるキャラクターが、まあ、ちょこちょこ出てきているという感じなんでしょうかね。全力全開キャッチキラー両方乗った場合のフェスのナポとかと近い数字になっております。まあ、ホットライン込みでの高浮きシュートとかであれば、結構ワンチャンあるかなというような数字構成になってるかなと思います。続きまして新田くんなんですけども、まあ、一応高浮きが一番威力高くて23万6000という数字です。まあ、23万6000っていうことになってくると、まあ、フェス日野の高浮きとかと同じぐらいということみたいですね。まあ、なんで、まあ、ちょっと厳しめかなというところです。新田くん技属性のシューターということで、キーパーの属性に即っていうのを入れていくと、まあ、高浮きで24万8000、地上シュートで24万1000という数字が出てきます。これに対してフォワードキラーのみだった場合のサリナスっていうのは23万9000という数字です。サリナスに対して新田くん地上シュートで打ってあげれば24万1000ということで、まあ、のサリナスは抜いてくることができそうだなという感じになっております。浮き玉で打っちゃった場合はサリナス25万っていう数字ですね。フォワードキラーと浮き玉キラー両方乗って25万、まあ、若干新田くん届かないような数字になってます。なんで、まあ、対サリナスっていうところにはちゃんとトラップしてシュートしてあげた方が確実ですよという感じです。続きまして、まあ、このに、まあ、ネクドリ新田くん、そしてフェス新田くん、まあ、こちらにですね読み勝ち付与をつけた場合にどうなのか、まあ、簡単に見ておきたいなと思います。まずネクドリ新田くんですね。読み勝ち付与をついた場合のドリブル値、まず41,900、読み勝ちのみで41,900という数字です。まあ、この場合に19万というところまで出てくるんで、読み勝てば抜けるかなと思います。ドリブルに関しては読み勝てば抜けるぐらいになってきます。まあ、ただパス値なんですけど、結局31,000ということで、
合算威力でも14万ですね。なんで、まあ、ドリブルしかしてこないなというのはバレちゃうかなと思います。で、まあ、読み勝ち付与なんで、ゴリ押しが効くっていうわけではなくて、あとはシュート値が決して上がるっていうわけでもないので、シュート決める選手になるわけではないですし、まあ、この2択においてはドリブルしかできないので、まあ、結局、まあ、読み勝ち勝負にあんまなってこないのかなというような印象ですね。マッチアップ勝利プラス読み勝ち付与というところで言うと4万6000。合算威力としては21万まで出てきますね。まあ、ここまで来ると、アルベルト、石崎っていうところも読み勝てば抜けるぐらいにはなってきます。まあ、ただ結局パスが低いですので、まあ、タックルされるっていう懸念は非常にあるかなと思われます。まあ、PA 内まで含めた最大値で言うと5万っていうところまで出るんですけど、まあ、結局読み勝ち勝負っていうと、まあ、何回も同じこと言ってますけど、読み勝ち、まあ、ドリブルしかできないんで、読み勝ち勝負にあんまりなってこないなというところです。ちなみに守備的なところで言うと、2万9000、2万8000というようなタックル、パスカットの数字になってます。なので、まあ、読み勝ちが入ったからといって、まあ、このネクドリニッタ君が守備できるようになるということはないという感じですね。続きまして、フェスニッタ君、読み勝ち付与入るとどうなるか見ておきましょう。まず読み勝ち付与のみ、まあ、PA 内入ってない時ですね。ドリブルが4万1800、まあ、合算威力として19万。なので、まあ、ドリブル側で読み勝つ分には、抜ける可能性は高いのかなと。まあ、ただ結局パスが3万4000しか出ないので、まあ、まあ、タックルされたらっていうところになってきちゃうのかなというところです。まあ、読み勝ちの補正、例えばアリっていうのを入れてあげると、まあ、ドリブルに関しては確かに23万っていう数字まで出てくるんですけど、パスに関して19万6千なんですよね。で、まあ、大抵のディフェンダーってもうタックルしてもパスカットしても20万は超えるような数字出してきますので、まあ、それを考えると、まあ、タックルだけされると、まあ、結局やられるという感じになっちゃうかなと思われます。でこちら美咲くんですね。この美咲くんに対して、まあ、今回の新田くんのコブですね。コブによる必殺技強化プラス 5% 反映するとどうなのか簡単に見ておきましょう。美咲くんに必殺技強化 5%、まあ、入ってくるとどうなるのかということなんですが、まあ、合算威力見ていただくといいんですけど、ドリブルに関してはコンビネーションのみで21万、コンビネーションプラスマッチアップ勝利まで含めると22万3000という数字です。まあ、同じバフ条件っていう話で言うと、マッチアップ勝利が乗ってる状態での石崎くんとのマッチとかっていうのは、22万3000が出るんであれば、まあ、ドリブルでゴリ押し効く可能性はあるという感じですね。まあ、もしくは タックルにあんまり幻突してないような石崎くんとかっていうのも、21万出せるとだいぶ有利かなというところです。まあ、ただ、マッチアップ勝利が乗った状態でのコブっていうのは結構、まあ、乗せるのが若干難しいかなとは思いますので、まあ、美咲くんから、まあ、例えば新田くんにパスを出して、まあ、一回マッチアップ勝利を乗せた状態で、新田くんで、まあ、かわしますよね。新田くんで誰かしらをかわして、もう一回美咲くんに戻すといったような状態ですね。で、その状態で石崎くんとかとマッチアップすると、まあ、この22万3000っていうドリブル値が出せるような状態でのマッチになるという感じです。まあ、そうすればドリブルでゴリ押しが効く可能性は結構高いのかなというところですね。シュートに関しては高浮きで打つことができればですね、マッチアップ勝利乗っかって高浮きで打つことができれば26万5千っていう数字が出せるんで、まあ、この美咲くんで若林初段から抜いていくっていうことも、まあ、このコブが乗ってることによって、まあ、できる可能性は高いのかなと思われます。まあ、新田くんで抜いて、センタリングを上げて美咲くんが高浮きで受けるからの、ハイスピードトルネードスカイアルファみたいな流れは結構組みやすいのかもしれないなというところですね。はい、というところで今回若島津新田見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、若島津に関してはやはり守備がないっていうところで、まあ、確実に発射台にされてしまうんですけども、まあ、その分シュートに関しては常設としてはかなり高い方かなというふうには思いました。まあピエール、フェスのピエールであったりとか、あとはヒューガ君ですよね。まあ、この辺っていうのが26万ぐらい出てくるシュート値に対して、まあ、今回の若島津初段であれば25万。で、あとはコブなり、そのホットラインなりっていうところが乗ってれば26万台っていうところが見えてくる感じですね。まあ、なので、まあ、ある程度組み合わせプラス、まあ、バフがちょっと上回っているとか、まあ、そういうところの条件が重なってくれば、まあ、ドリコレ若林初段から抜くとかっていうのもワンチャンあるのかもしれないというところですかね。まあでも常設キャラでまあこのレベルが出てくるっていうことを考えると、今後の常設でももしかしたらまあさらに少しずつですね、シュート強いのが出てくる可能性もあるのかなと思います。まあ、新田くんに関しては、まあ、一応歴代新田くんと比べてパスが比較的できるっていうことで、まあ、読み勝ち勝負をしっかりしていける新田くんという感じですかね。まあ、歴代新田くんの中でも、まあ、シュートも含めて、まあ、高い方、まあ、一番高いと言ってもいいかもしれないですね。
まあそれを考えると、まあ、今回の若島津の読み勝ち付与まで含めて、まあ今の強いディフェンダーですよね、まあこの辺と読み勝ち勝負していけるような性能ではあったかなと思います。まあ、若島津とセットで使うようなことが、まあ、ワンツーとかも含めると、まあ、前提になってんのかなと思うので、まあ、この辺2人が、まあ、2人とも両方使うってなるとちょっと守備面が不安ですよね。まあその辺考えて、まあ、バランスなんですけどデッキに合わせて、まあ、検討いただければいいかなと思います。まあ常設キャラだと思いますので、まあ、この辺はまあ、そのうち SSR チケットからも、まあ、出る可能性もあるというところですね。はい、というところでいつもご視聴ありがとうございます。少しでもお役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。